色もお揃いにして、はい、すごくお気に入りです。お気に入りですか。可愛いなと思って、普通におしゃれだなと思って。人工知能を搭載したお掃除ロボの CM 発表会でペアルック姿を披露した女優の広瀬すずさん。総口がすずさんにあれこれ聞いちゃいました。もともとお掃除とか大好きなの？どうなんですか？結構好きです。あ、そんなにズボラじゃない？そうですね、割と今すごい忙しい時はやっぱ汚れがち、どうしてももう家に帰ったら寝る優先になると。今もうすでになんかこう、もう脱いで着替えて明日やろみたいな感じで。しょうがないですよね。それが続いてもオフになると、うん、1日かけてでも全部掃除して断捨離までいっちゃいます。ああ、そうですか。全部すっきりしたいってなると。でも今日は日本中の大概の家は床があるもので結構いっぱいになるんですよ。わかります？髪の毛。なんで急に髪の毛に進んでるんですか？怖い怖い、ホラー映画じゃん。あ、豆まき。そうです、節分なんです、ね、節分、うん。そこで節分にちなんだこんな質問は。自分の中からいなくなれみたいなものって何かありますか？今までの喧嘩とかそういうの全部忘れたら、うん、楽だなって。兄弟3人いるので、はい、なんかこう一人ぼっちになりやすいんですよ。上が2人年子ってすごい仲が良くて、向こうタッグ組んでくる。タッグ組むんですよ。ちって思うことが不意に出てきたりとかするんですね。別に今怒ってるわけじゃないし、うん、仲はいいので、なんか自分の性格悪い部分が会うと急にみたいな。そんな顔してんですかってなると、いい顔するな。なんかムラムラ、ふつふつ蘇って、ムカムカですよね。ムカムカです。ムラムラって言うんですよ。ムカムカですね。最後はすずさんから。お庭は外